楽天の三木谷社長です。ウクライナ人女性をですね、ランパーティーはしておりません。はい、ですね、ガーシーというなんか暴露系 YouTuber がですね、なんかあれをあのパーティーをしたんだみたいにしたんだとか、なんか変なよくわかんないことをね、まあ、言ってたんですね。はい、まあなんかそのなぜこのガーシーがですね僕のことについて暴露してるのかよくわかんないんですけど、いやー、この方は芸能人だけやってればいいのにと思うんですけどね。はい、僕は芸能人ではないんですよ。社長なんですよ、楽天の。はい、社長なんですよ、こう見えてね。なのになんかこのガーシーはね、僕のことをなんか貶めたいのかよくわかんないんですけど、何がしたいのかなって思いましたね。まあ、単なる炎上目的のつもりでやってるのかもしれませんけどね。はい、確かに僕はですね、ウクライナ人女性をですね、誘ってって言い方あれですけど、パーティーに招いたのは事実なんですよ。なんですけど、ランパーティーではないんですよ。ランをしたりですね、いかがわしいことはしておりません。はい、なんかね、今ロシアとウクライナのあれがあるんですけど、なんかあれがあるからパーティーに誘っちゃい招いたらどうなのかって、まあ、そんなみたいなことを言われたんですけど、ですね、戦争で苦しんでる時にですね、戦争を忘れてあげようと思ってパーティーに招いちゃダメなんですかね。まあこれツイッターでも言ったんですけどね、ちょっとロシア人の女性を招いただったらちょっと批判殺到されると思うんですけど、ウクライナ人女性を招いたらダメなんですかね。はい、まあ本当にね、まあこのガーシーっていう人はでね、どうやらドバイに逃げていたみたいなんですね。なんか何偉そうに言ってるのかなって思いましたね。はい、まあ本当にね、この方ガーシーはね、何が言いたいんですかね。はい、まあもう一度言うんですけれど、僕はウクライナ人女性をですね、ランパーティーをしてはいません。はい、ガーシーは、まあ、何のためにやってるのかよくわかんないんですけどね。はい、僕はですね、やっておりません。はい、もう一度言いますけどね、はい、楽天の三木谷社長からでした。